皆さんこんにちは、土着園芸の鈴木です。今年でこれが初めての土着園芸の動画になりますね。はい、改めまして皆さん明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今年初めての動画なんですけど、今日はですね、非常に冷え込んでおります。先ほど温度計見たらマイナス5度ですね。京都府南部なんですけど、常陽市、少しちょっと冷える傾向があるんですかね。今日は割と冷え込みが強い日でマイナス5度、温度計が指しております。はい、こんな、寒い日なんですけど、この寒い時期に、あえて、水温を測りたいと思います。メダカのね、置き場所は本当にそこでいいのかとかですね、置き場所によってね、いろいろ温度が違いますし、あと容器とかね、いろんな環境によって温度がかなり変わってきますので、改善っていうかね、傾向ですね、傾向と対策の参考になればと思いますので、皆さんちょっとまたね、動画見ていただければと思います。それではこちらです。まずはこちらですね。いつもね、手を突っ込んで痛い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 とかって言いながらね、動画撮っておりましたけど、ちょっとさすがに私も鈴木いいお年ですので、ちょっと毎年そんなことやってられないなと思って、今年は 新兵器、じゃーん、温度計の先に棒をつけました。はい、これをね使って、温度を測っていきたいと思います。まずですね、この通り張ってますね、軒下のようなところで、まずはここの水面近くの温度測りましょうか。はい、まあね、表面氷張ってますからね、それは寒いわけですよね。寒い。落ち着きましたかね。 0.9 度。はい、でそれに対してこの底の、まず底の温度ですね。はい、記録していきましょうかね。それに対して底は 4.3 度ありますね。 4.3 度で、さらにですね、このヤシハウスの中、メダカの隠れ家の中の温度をね測ってみたいと思います。メダカちゃんちょっと隠れてるところ、ヤシハウスの 4.9 度、少し容器の浅いところですね。割れないですね。ついた。よいしょ。でも今年はこの新兵器があるおかげでね、痛い痛いって言わなくて済みますよ。はい、こういうね、ちょっと浅めの容器の底の温度を測ってみたいと思いますね。はい、陶器鉢っていう影響もあるのかな。はい、もう全然上がんないですね。 0.3 度ですね、一番底。2度ですかね。2度、長番小高のあたり、温度違うかな、微妙ですけど、こっちのね、なんか細い葉っぱの水草のところよりも、こっちのね、長番小高の葉っぱの影の方が少しだけ温度高いです。こんなことがあるのかなって思うぐらい微妙な差ですけど、少しだけ温度高いですね。もういいかな。もう 2.2 度ぐらいですね。わずか 0.1 度ですけど、少しだけ長場の方が温度高いですね。で、水面近くのね温度も測っておきましょうか。まあね、前も測ったことありますけど、水面近くはやっぱね、気温水温が下がってますのでね、まあまあ氷張ったるんでね、0度近いっていうことは余裕で分かりますよね。はい、急い、もういいから 0.7 度。
はい、はい、0.7 度。寒い。じゃあ次行きましょう。次はですね、こっちのあの発泡容器ですね。発泡容器のこの成果を見たいと思うんですけど、発泡容器のね、底面行きます。もういいかな。3.5 度で落ち着きました。3.6 になったな。じゃあ続きまして、こっちの発泡容器なんですけど、あのビニールで簡易の蓋をしている状態、はい、ここの底の温度を測ってみましょう。蓋の成果はあるのか。まあね、どうしてもあのこっちの方が水量が多いのでね、あのこっちのちっちゃな容器の方が不利だとは思うんですけど、まあ、蓋することによってね、温度がどれぐらい違うのかなっていうことで、調べたいと思います。はい、4.1 度ですね。はい、で続きまして、こっちのあの、あ、これやばい、カチコチ、うわ、飛びた、あ、飛びた、これよいしょ、行きます。寒い。あ、でもこれは結構冷えてるな。あ、濡れちゃったよ。続きまして、ね、軒下の、軒下って言ってもちょっと寒そうな軒下ですけど、ね、軒下の火鉢の水底は 2.9 度ですね。あ、違う、もうちょっと上がってきたな。3度、水酸だし、もう凍りついちゃってますね。こればっかりは手を突っ込まないと無理かな。あ、冷たい。いや、あ、やっぱね、水深あるとだいぶ暖かいようですね。水面近くは多分ね、0度近いんですよ、これ。あ、痛い。うわ、拷問のようだ。あ、痛い。やめて。あ、これ手離したら浮いてくるかな。あ、なんだ、手離しても大丈夫だった。4.1 度ありますね。やっぱ水深深ければ深いほどいいみたいで。ここ行きましょうか。全くあの同じ環境の元で、同じ水量ですね、プラ船の水量を測ってみます。中行きますね。なかなかの威力ですね。4度、まだ上がってるな。はい、ということでね、いろんなところの水温をね測らせていただきまして、これからのちょっと検証をさせてもらいたいと思います。まあ、あのこのようにね、ちょっと簡単にまとめさせてもらいました。で、あのまずそもそもですね、あのメダカがあのどれぐらいの水温で越冬するのかっていうところ、これ結構大きな問題だと思うんですよ。で、まあ、これって自分の実体験の話なんですけど、そんなに何回もしていることではないので何とも言えないんですけど、普通に日本のメダカってなのはね、冬を知っているわけなんですよ。だから氷が張ろうが何しようが、ね、普通に屋外で越冬できる力を兼ね備えています。それは間違いないです。ただですね、去年ですね、自宅の、水温
が結構下がって、まあ、氷ガチガチに張ってしまったようなね、水槽の中にメダカ管理してました私、はい、でその中でですね、黒メダカとあとミユキですかね、はい、一緒にこうね、もう冬だからもうまとめてね、おまとめ水槽にして、でそこで管理してたわけですよ。で春になったらですね、なんと黒目だからいっぱい残ってるんですけどね、みゆきだけもうほとんどねこう壊滅状態になってしまってて、ちょっと本当に悲しいことをしてしまったなっていうかね、申し訳ないことをしてしまったなと思ったんですけど、これは一体どういうことかなって思って、まあ、これはまあね、その一例しかないので、実際にどういうことかどうかっていうのはわからないですけどね、まあ可能性とでしてですよ、まあ秋冬に、まあ、私の管理っていうかね、育て方が悪くて、みゆきメダカはこうねちょっとコンディションが悪くて、で冬の間にまあちょっとね寒さの影響もあってか、こう亡くなっちゃったっていう、はたまたちょっとやっぱね、品種改良していくうちに、やっぱどんなものでもね、血統書付きのものの方が弱くなっていきますね、野生の方が強いって言いますよね。そういう加減でこうちょっと品種改良されたメダカの方がこう体感性がなくなりつつあるんじゃないかなっていうのは、これ仮説であって、実際にこうね体験したことは何でもないので、ちょっとねまた皆さんのねご意見コメントに書き入れていただけると、非常になんかこうね参考になって、他の皆様のこうね栽培環境にもいい影響を与えるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんのね実体験というね、その辺を書き加えていただけると嬉しいですね、はい。まあ、ちょっとそういう話を前置きに置いといて、今回測らせてもらった温度たちの見分というんですか、検証をしていきたいと思います。これちょっとちっちゃすぎて多分映ってないとは思うんですけどね、一応置き場所、建物がとか吹きさらしとかね、軒下ビニールハウスの中とかっていう風に分類して、あと底の条件ですね、床下の条件、コンクリートとか、あとなんかこうちょっと台の上に乗ってて下が風通るような場所、はい、空中とか、あと人工芝の上とかで、その辺ちょっとジャンル分けされてて、あと容器ですね、キングタライとか、あと陶器鉢、水槽とか発泡容器とかね、はい、断熱性に優れて発泡容器とか、そういう風に分かれてて、あと水深はまあ深いところ浅いところとかね、水量の多め少なめとかって言ってね、であとなんかこうちょっとさらに外的要因っていうか、さらにプラスアルファ要因ですね、はい、そういったものをこうちょっとね、それぞれ測ったところのやつを分析した上で、ここが水温なんですけど、温度高いところの方がちょっと赤く表示されておりまして、で、今回ですね、一番水温の高かった場所ですね、それが、これ建物のそばで、そこはコンクリートなんですけど、キングタライっていうね、すごい水量のね120リッターぐらい入るようなね、水量の多いやつで、水底の方ですね、底の方で、水量かなり多め、はい、でなおかつこれヤシハウスの中っていうのがポイントではあったんですけど、この辺が水温最高温度で、京都、マイナス5度までね下がってた時なんですけど 4.9 度ありました。でこのヤシハウスの外はどうだったのかっていうと、同じキングタライの中なんですけど、4.3 度ですから、約まあわずか 0.6 度ですけど、やはりこう何にもないよりもヤシハウスがあった方が水温が高いっていうことがね、検証でできましたね今回、はい。でまあそれ以外にもね、いろんな条件があるんですよ。例えばですね、これ他にも結構温度高めのところでいくと、やっぱ発泡容器ですね、発泡容器に入ってさらに、蓋をね開けっぱなしはね、やっぱりまあ他の同じような環境のところに比べると水温が高めでは維持できているんですけど、やっぱり発泡容器&蓋、はい、蓋結構重要ですからね、冷気っていうのはやっぱどうしても上の方から下に向かってやってくるみたいなんで、側面もありますけどね、側からも、でもねやっぱ一番上からのね冷気が一番強いみたいなので、上をまず守るっていうことが重要みたいですね、はい。で、だからこの、2番目に水温が高かったのが建物があの、建物のそばでコンクリート、そこがコンクリートで発泡容器ね、この間販売させてもらったあの発泡容器ですけど、発泡容器に入った上で、蓋をしたところ、これ結構水温高めでした。ただそれ以上に高かったのはキングタライの方ですけどね、まあ、水量たっぷりとかね、水深深めとかっていうのは結構重要でね、あとそのすごい吹きさらしで何もなくてただの陶器鉢ですけど、
すごい壺型のね、あの器で一番水床なんかは 4.1 度ありましたね。だからまあ結構あの水量は重要みたいですね。まあ、結構当たり前のこと言ってるのかもしれないですけど、で、まあね、まあこれらはね、いろいろ本当に細かく調べさせてもらったんですけど、一応それを簡単にまとめて、この水温が、保温されることに、まあ、働く条件ということで、まあ当たり前のことですけどね、水面と底では底の方が暖かいね、過去、はい、こうね、水温があれば上から冷えてきますので基本、はい、だから上の方が寒くて下の方が暖かい、まあ、結構これ当たり前です、はい、だからこれがですね、あの容器が浅い容器で管理されてると、あの寒くなりやすいね、あの水面近くの温度に近づいてしまうので、あまり良くないということですね。だから冬場は水底深水深をね、深くできるだけ水を張っていただきまして、深くしていただくとか、容器の深いものに入れ替えるとかっていうのが結構ポイントですね。で、建物のそばとか軒下が重要。軒下でね、上から冷気が来るので、屋根のあるね、下に水鉢をこうやって置く。まあ、これね、屋根があれば、そら、間違いなくいいっていうのは分かると思うんですけど、上からね、冷気が降り注いで来てるのね。それがですね、意外とこの側面に、壁がある。上がね、屋根なくてもですよ。上、屋根なくても、この建物のすぐそばでこうやってペタッて引っ付けてると、これだけでもね、温度がちょっとでも、ね、高くなりやすいです。はい、であとですね、次、ビニールハウスもかなり有効、はい、これも販売させてもらってたあのビニールハウスね、あんまり水温に影響しませんよみたいな感じのこと言ってたんですけど、思ったより水温がね、高く維持できててびっくりしました。簡易ビニールハウスのやつだと、何にもないところだと 2.5 度とかね、それぐらいの水温の差ができてきましたので、まあ、かなりこのビニールハウスに入れていただくっていうのは結構重要ですね、はい、ただね、このビニールハウス気をつけていただきたいのが、こう日中日の差すときに蓋をかけたままだと水温ね、すごく結構ね、気温、まずね、気温がすごく上がりますよね。で、水温も上がるんで、ベストですよ。なかなかね、こう手間がかかるんでそこまでできないとは思うんですけど、ベストは日中は換気、これ一番いいと思うんですけどね。日中は換気して、夜は蓋をするとかね、そういうことまでできたら非常にメダカにとっては環境がいいと思いますね。まあ日中はすごく温度上がってね、ああいいねってなってても、夜はね、それなりにやっぱ水温下がりますので、メダカにはこう温度がね、上がって下がってっていうのがね、大きすぎると良くないので、まあ極力ね、冬は暖かくしてはあげたいんですけど、温度の差があんまりないように、だから高く維持する場合は高いままの方がいいですし、まあ高くすりゃいいっていうので、うぃーってこんな風になるのは良くないですから、できるだけね、高く維持する場合でも高く、まあ変にね、上下するぐらいだったら低めでね、あんまりこう温度差がない方が逆にメダカにとっていいですからね、はい。で、続きまして発泡容器ですね。発泡容器、発泡素材もやっぱり悪くはないですね。やっぱ他のものと比べると水温が高めに維持できやすいです、はい、ただですね、発泡容器の場合、蓋をするとこれね、発泡容器もやっぱり上からの冷気は防げないので、発泡容器も蓋をするということが結構重要ですからね、はい、で続きまして、ヤシハウス、これもね、さっきちょっともう話しちゃいましたけど、隠れがありますよね、上が。で、こういうね、容器があって隠れが上がると、じゃあですね、ここの、水温がね、底の温度は、まあ、みんなね、こう上に比べたあったかいのは間違いないんですけど、底のこことこの障害物があるここの中の温度、これはね、ここの中っていうだけで少し温度高いんですよ、まあ、これも微妙なところで、これがメダカの精神に関わることかどうかちょっと分かんないんですけどね。でもというようにメダカは隠れたがるんですよ。こんだけ隠れたがるんだから、やっぱりね、こういうところの方がいいんじゃないかなと思うんですよね。でも実際にこことここだったら温度がね 0.6 度ですかね、このヤシハウスの中で。
まあ、微妙な差なんですけど、やっぱりそれだけの敏感なあのメダカのことだから、あのそういう温度差も多少でも感知してるのかなっていう気がしますね。だから障害物があった方がいいっていうかね。だからあの最近 の、 あの落ち葉とかもね、あのきっとあの多少なりとね、あのこう温度をね下げるのを防いでくれてるんじゃないかなと思ったりもしますね、はい。であと水生植物ね、あのいろんなあのメダカ、長場オモダカとか、ウオタバコとかね、冬も残るあの水生植物ね、これも少なからずね、あの暖かくなるということが、分かりました、はい。であとですね、そこに、そこに、土を敷くのも、これもね、あのプラ鉢でちょっと検証してみたんですよね。同じプラ鉢を、3つ並べて、浄化土、浄化石で何もないのとね。でこれね、微妙にあのこう面白い結果というかね、石が入ってるやつの方が水温下がりました。何にも入ってないのよりも。で、土のやつが一番こうまだ冷えがちょっと、マシだったっていうので、これがねこうどういう原理でこうそういう温度差になったのかっていうのは分かんないんですけど、まあ下からの冷気を防いでくれてるのかなっていう気がしないでもないんですけど、これ本当にどういう原因か分かんないんですけど、底砂でやったりか、砂はね今回石砂利は良くなかったんですけど、そこに土を敷くっていうことで多少保温性が増すような感じの結果が出ておりますね、はい。これ例えばなんですね、プラ容器で浮きさらしで、そこコンクリートで、そこ浄化土が 1.6 で砂利が 1.0、 何もなしが 1.2 度ってね、まあまあこのみんな一緒だっていうぐらいの温度差かもしれないですけどね、はい。で人工芝に置くのもいい。これね、同じ環境で人工芝にあると、2.5 度で、で同じような環境のやつが、まあ、これ下が空洞だったからっていうのもあるんですけど 1.2 度か、まあ、だいぶ1度以上の、ね、温度差ができてしまってるんですけど、この同じプラ舟をね置いた時に、下にマットが敷いてあるのと、下がねこう台になってて風が通る状態、こっちは地べたでね、あのマット敷いてっていうのと、こっちはあのこう台の上にね、置いてあって風が通るようなやつだと、だいぶ温度がこっちの方が下がったんですよ。だから、下がね、まあ、コンクリートとか、まあ、土はいいのかもしれないですけどね、まあ、土もまた検証してみたいけど、まあ、そんなに暇がないですけどね、はい。まあ、コンクリートとかそういう冷え込むようなね、素材の場合だったら下に発泡容器敷くといいかもしれないですね、はい。なんかその容器の下に何かこうね、冷えが下から上がってくるのを防いでくれるようなものがあるといい。で一番良くないのは、逆に良くないのは、ね、ここ下の方に書いてるんですけど、こう空中にね、スタンまあね、かっこいいからって言ってスタンドに乗せてる人とかね、はい、これもう全面から冷えますからね、はい。で特に上から一番冷えるんですけど、台の上に乗せてしまってて下がねスースーしてると良くないですから、結構冷えましたね、これいろいろ見てみると、はい。だからそれは良くないですね、はい。で あと人工芝に置くのもいいで、単体で置くよりもまとまって置く方がいい。これもね、発見というか、まあ前からなんとなくは分かってたんですけど、水鉢を1個ポンと置くのと、まあ、密集してこうやってね置くと、やっぱね風の通りがこうね、これ1個だけだったら全面からね、風が通って冷え込むわけですよ。でこれだとやっぱりね、重なっている部分があって、このね風が通りにくいとかね、はい、建物のそばに置いてるみたいな感覚に近いのかな。でだからこの鉢なんかは側面からの風に当たりにくいっていうね、ちょっとした差なんですけど、こういうことによって、この温度差は生まれてきますね、はい。だからもしね、こう水鉢がいくつもある場合でしたら、なんかちょっとね固めておいていただいて、周りをちょっと覆いするだけでもだいぶ違いますよ、はい。でここで今までね、ずっとまあ、保温に働く条件ということで、で逆に冷える条件ですね、これやってはいけないですよっていうのがですね、まず、浅い、水量が少ない、これ最悪ですね。浅くて
浅くてね、水量が少ない、まあ、容器が小さいですね。もうこれなんかもうね、もうほっときたら全面凍っちゃいますから、やっぱこれはあまりよろしくないですね、冬場は特に。であと、先ほども言っちゃいましたけど、底面が浮いていてて風が通り、そこからも冷える、そこ、はい。だからスタンドであったりとか台とかの上に乗せてて、全面からね冷えが来る、はい、全面から冷え来ちゃうっていうのがね良くないです。で、これもさっきも言っちゃいました、風が通りやすい場所、特に単体で置くと冷えやすい。まあまあ置き場所もね、ただ単に単体で置くっていうにしても、他のこうね建物の関係とかでもうここに置けばあんまり風が通らないなっていう場所だったらそっちの方がいいわけですから、はい、そういうようなことを、まあ、全体トータルを考えた上で、メダカさんの置き場所をちょっとね工夫していただければ、まあ、同じメダカもね寒さに強くて越冬できるかもしれないですけど、よりねこうメダカにストレスなく冬越冬していただくっていうには、外でも暖かな場所に、ね、置いておいていただければいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、トータルまとめる と、まず軒下が一番いいです、はい。まあ、部屋の中が一番いいですよ、はい、軒下で屋根があるところで簡易ビニールハウスね、はい、書いていきましょう、はい。軒下で簡易ビニールハウス貼って、で、水量たっぷりの、水量たっぷりで、で 深さがね、そうそう、だいぶ深いやつがいいですね。で、あとそこに人工芝敷いてるね、はい、人工温かソールとかでもいいですけど、人工芝敷いてて、で、なおかつ蓋をするね、まあ、蓋、まあまあビニールハウスしてるから蓋いらないなんてもするけど、まあ、さらに蓋もして、で、なおかつ中に、隠れ場所を作ってるね。こうすれば、ね、かなり水温が高くなるかもしれないですね、はい。ただビニールハウスのね管理、先ほどもちょっとね申し上げたように、日中は水温の上がりすぎに気をつけていただきまして、できるだけ、換気なんかをねしていただくといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、以上、メダカの置き場所、水温の変化を見ながらですね、一番ベストのとこはどこかなということで、ご紹介させていただきました。それでは皆さん、さよなら。